私がこう戦ってこういう YouTube に上がるようにもなったんですけども、あのアリさんマークはそれ以前もですね、まあ、大阪の方でもあの一度労働組合っていうのができかかった時があったんですね。ただあの組合はもう潰されてます。もう会社は一度そういうことができてるっていう、まあ自信というかそういうのがあったんでしょうかね、わかんないですけども、あの今回も同じようなことすればいいんじゃないかという形で構えてますので、労働組合を、まあ、嫌っているんですね。まあ、労働組合っていう、まあ、言葉すらですね、あんまり私 の, その今までの人生の中で、頭の中に描けたことはないんですね。まあ、今あの組合に入っている方々も、まあ、その自分がそういう当事者になった時に、労働組合っていう、まあ、言葉の比率というか、印象がどうだったかっていうのは各々、いろいろあるかと思いますけども、私の場合はもう本当に労働組合って何だろうっていう、まあ、ストライキをするとこなんだろうなぐらいにしか全然思っていなくて、まあ、最初清水さんと会って話を聞いていく段階でもまだあの受け身の体制でした。あの、まあ、どうにかしてくださいっていう思いの方があのすごく強かったと思います。で、話を聞いていくうちに、まあ、戦っていくうちにですね、あの労働組合ができることっていうのを少しずつ学んで、まあのまあ、団結権、まあ、先ほど梅木さんからありましたけど団結権、団体交渉権、団体行動権という権利があるんですね。これあの組合に入らないで一人でやってしまうと、まあ、営業妨害、もうそのまま逮捕されて警察に捕まってしまう行為なので、まあ組合がまあまあバックにいる状態で戦うってことにすごく意味のあるまあ権利を行使しているわけですけども、まあ一人じゃあのできないっていうことをですね、労働組合の力を借りてじゃないですけども、あの後ろ盾を持って戦うことがあのまあ法律的にもあの認められていることなので何も悪いことじゃないんですね。まあ、会社側からするとあの、まあ、邪魔な存在だということで、まあ、あの恫喝もありましたけども、もともとアリさんもそういう成功例というか昔からやってきていることをそのままやり続けていることにもなってます。ただあのもう YouTube にもあの出てますけども、まあ、今205万回ぐらいですかね、あの再生されていまして、それだけの方があのこの案件に対して賛同してもらってると、まあ、顔も見たことないですし喋ったこともない人たちがこれだけ協力共感を得てもらってるってことは今まで戦ってこれたまあ、原動力にもなってますし、間違ってなかったなと改めてすごい感じるところなんですね。